皆さんこんにちは。今回は世は独学時代、一人好きにはもってこいの時代がやってきたというテーマでお話をしてみたいと思っております。 YouTube を見ていても世代交代が凄まじいですね。これまでの代表的な YouTuber と言いますとどのような人となるでしょうか。まずはヒカキンさんとかはじめしゃちょーさんとか瀬戸康史さんということになりますね。子供向けのコンテンツが中心という感じでしょうか。やってみた系とか面白い動画が中心だったという感じですね。しかし時代は変わっています。現在は大人向けやビジネス向けの動画の重要度が増えてきてますね。加えて2019年の YouTube の規約変更で子供向けのコンテンツの対処姿勢が変わってきましたね。それらのこともあり、実績とか専門知識とか理念、哲学、誠実さ、正直さなどが重要視されるようになってきました。今後もますますこの傾向は増えるのではないでしょうか。そんな中、情報発信者に今後問われることはどんなことでしょうか。より有用で、より専門性に富み、よりオリジナリティのある発信を信用性と誠実さを持って継続していくことができるかどうか、これらが問われるようになってきているのではないでしょうか。こういう発信者たちがさらに増え、その間でも競争が激化するという形になっていくことでしょう。ではこういう人たちの中で生き抜いていけるという人はどのような人たちでしょうか。それはやはりとにかく勉強が好きな人という形になるのではないでしょうか。このような人たちはどのような方法で勉強しているのか。ここで言う勉強とは基本的に独学という意味ですね。もちろん現場で人と接したり仕事等を実践したりすることも必要です。学校で勉強することよりも、しかし独学とか実践で勉強することの方が大切だと思います。自社会で勉強する場合の根本はやはり独学ということになっていくと思います。では独学するということはどういうことでしょうか。それは一人で勉強をするということですね。つまり孤独になるということです。歴史上の偉人や天才のエピソードを紐解いてみても分かります。学校や教師たちから教えられた、与えられた受け身の学問だけで大成した人は誰一人いません。自分で興味を持ち、自分で考え、自分で問題を設定し、そしてその解決に向けて情熱を注ぎ込んだ人たちばかりなのです。 YouTube というのは一人放送局ですね。一人でうまくいけばテレビ局と同様の発言力、発信力を持つことができるということになりますね。つまり自分以外は必要ないということですね。個人の力、個人の力量がほぼ全てということになるわけです。その上、時代は独学時代、一人好きにはもってこいの時代じゃないですか。片方が一人で情報発信し、もう片方は一人で受信し学んでいく、そういう時代になってきているのですね。そこには放送するための設備や組織が極めて小さく済みます。費用も最低スマホ一つで始められます。中間業者や中間搾取する存在の介入もマスコミ時代と比較すればないに等しいほど小さなものとなっておりますね。20世紀に絶対的な権力を持って大きく横たわり、情報を歪曲したり操作したりしていたマスコミをはじめとする既得権益の存在が大幅に縮小されつつある極めて恵まれた時代、それが現代なのですね。以前には孤独になり、心身黙考し、深く考え、深く学びたいというふうに思っていても、これらの障壁が非常に大きく阻んでいた時代でありました。こんなことからもいよいよ現代は独学の時代ということになり、独学できるものが圧倒的に有利な時代ということが分かってくるかと思います。幕末の工学心に燃えた人たちが学ぶため、新しい知識を吸収するためにどれだけのリスクを背負ったでしょうか。伊藤博文は仲間5人と命がけで密航を企てイギリスに渡り、西洋の知識を貪るように吸収しました。勝海舟は貴重で高額なオランダの辞書を借金をして借り、目を背けたくなるような貧乏な生活の中、死ぬ思いで2冊分書き写し、その一脚を売却してようやく元を取ったといいます。
これらの時代と比較したら現在の我々がいかに恵まれていることか。幕末には個人の能力や人格よりも家柄とか価格が優先されたわけですね。明治以降は学歴がものを言いました。現在でも学歴とか組織の力、肩書きの力は縮小傾向であるとはいえども、まだ多少幅を利かせています。しかしその重要度は今後さらに減少していくでしょう。では今後個人にとって最大に必要となるものは何でしょうか。才能、適性、確かにそれらの問題もあると思いますが、もっと大きなものがあると思います。それはモチベーションです。モチベーションが強い人間がどんどん増していく時代になるのではないでしょうか。ではこのモチベーションというものに対する最高の見方は誰でしょうか。もちろん自分自身です。自分自身を冷静に見つめることが第一歩になるからです。そしてそのために必須なのは一人で考える時間、すなわち孤独ということになると思います。そして孤独になって独学をして、独学をするとさらに孤独になってしまいます。孤独になるということは自分の時間を持てるということでありますので、この時間を使って何をするかが問題となります。この時間を使い、明確なテーマに沿って成長を積み重ねれば全く心配することはありません。次第に自分の核というものができてくるからです。そしてこの核を高らかに世に提示していくのです。そうすればこれを繰り返しているうちに次第に共感し合える仲間が登場してくるでしょう。徳は子ならず必ず倫ありという言葉がありますが、それはまさしくこのことなのです。こういった形の孤独というものを一度経験した後の友達は、孤独になる前にできていた友達よりも素の自分をさらけ出した上での付き合いということになりますので、響き合える深さ、共感できる気持ちが違う人たちであることは間違いないでしょう。地域とか試験とかで分けられて知り合った仲間というのが学校になりますね。営利団体、営利追求、そういう組織というものが会社ということになり、そこの会社で知り合ったのが同僚と、あるいは上司という形になりますね。こういう仲間よりもやはり自分の孤独というものを確認して、その上で積み上げられた自分、そこで知り合った仲間、そこで共感できた仲間という人たちの方がやはりはるかに意義のある仲間ということになるのではないでしょうか。ということで、世は独学時代、一人好きにはもってこいの時代なのだということをテーマにお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらコメントとかチャンネル登録などいただけますと嬉しいと思います。では失礼します。